お衣装にどんどんご紹介になっております、はい、フォレストの方からですね賞をいただけるということでフォレスト賞の発表をさせていただきたいと思います、はい、ドキドキですね。それではですね、フォレストの代表していただきまして米坂茂雄様にお越しいただいておりますのでどうぞよろしくお願いします。名前をお越しください。お願いいたします。旗をお預かりしますが大丈夫ですかね。していただいて20世紀出しでございます。みんなで食べてね。みんなの皆さんおめでとう。せっかくだから何か一言言おうよ。何か言っていこうよ。ファイナルだよ。誰か持ってあげて。あれ F さんが、まあ、喧嘩せんで喧嘩せんと仲良く。そうですよね。なんか、こんな感じで表彰されるのってすごい久しぶりなんでね、ちょっと連覇取ります。すごい嬉しいです。今回ちょっと本当足場困難だったんで、正直思った通りの動きができてなかったっていうのが本音なんですけれども、まあ、その中でもこうやって、元気っていうところを表彰して評価していただいて、フォレスト賞っていう形で、賞をいただきまして本当にありがとうございました。今回ね、紀伊国屋っちょんとしてはまあ最後っていう形なんですけれども、まああと1日明日頑張って、明日がもう最後メインになりますんでね、明日もこれ以上の今日以上の踊りを見せたいと思いますので、ぜひ皆さん見に来てくれたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。かっこいい。決まりましたよ。さあそれでは連の皆さん明日、はい、もう1日ありますんで、思いの丈を明日怪我のないように今日はねだいぶセーブもしてもらっているかと思うんですけれども、十分に明日楽しんでいただきたいと思います。頑張ってくれるかな。おめでとうございます。さあそれではですね、どうぞ皆さん方、長時間こちらのね、会場のお楽しみにいただきましてありがとうございました。どうぞ踊り子の皆さんにどうぞ大きな拍手をお願いいたします。あと給水の方を、はい、あそうですね、例の皆さん給水していただきましたでしょうか。演舞中はですね中で給水だったんですけれども、今はこちらの、ね、皆さんから見て右側の方で給水できますので、しっかりと水分とって明日いい演舞ができるように、備えていただきたいと思います。ありがとうございます。どうしてもこう雨に濡れてしまった連の皆さんもいらっしゃると思いますので、風が立ちないように、風が立ちないのがかわいそうですよ。